おはようございます。珍しいね、この撮り方、オープニングで。今、福岡県のメカリパーキングエリアというところにおります。はい。はい。もう福岡の端っこです。あ、もう端、本当ギリギリ。ギリギリ。で、今日は、はい、すぐそこにある、はい、関門橋を渡って、うん、山口県へ行きます。はい。中国に入ります。中国地方スタートでーす。大移動の時にスルーした場所、はい、行けます。前戻ります。前戻りますよ。はい、前戻るよ。はい、で今日は山口県の、まあ、主に左側を観光するんですけど、うん、まず今がまだ8時前だね。うん、まだ朝ごはんを食べていないので、うん、唐戸市場というところに行って朝ごはんを食べます。なんかあるかね、はい、なんか海鮮系だよね多分、うん、まあ、何か食べに行きたいと思います。はい、はい、じゃあ早速暑いんで行きましょう。行こう、夏だー夏だー、 Go。 山口県公営の駐車場、なんか市営だ、市営か、高さ1階は3メートルまで行けるっぽかった ね、ありがたいね、余裕だった。こっからすぐ向こうだね、行きましょう。あるのか。そう、3階なんか駐車場とあと屋上の広場があるらしくて。なるほど。そこで食べたりする人もいるみたい。へえー。1階がなんか本当卸売りの感じか。2階が食堂とかあるのか。2階に行っていいんじゃない。とりあえずこの見学デッキっていうところをさっき。あ、そうだね。歩いたりして。じゃあ行ってみよう。すごい、2階から見下ろせるんだね。めっちゃあるじゃん、すごい。面白いね。あんまり市場上から見るじゃない。ないね。海鮮買う予定はないから、ね、今日食べに来たからさ食堂へ直行で。あ、そこかな。フグの唐揚げか。揚げでも重いよね。重いね。フグ刺し。あ、これいいね。この辺食べたい。フック定食だっけ。あ、フック刺し定食。フグのことフックっていうのね。これがフグのお刺身ですね。綺麗だね。初めて
かな。初めて食べるよ。どんな感じなんだろう。こっちはなんだろう。あらの煮付けみたいな感じかな。美味しそうだね。朝からがっつりですね。ブリブリしてるねえ。いただきます。こんな感じなんだ。コリコリだ。コリコリ系、ペロッと食べちゃうよ。いきます。味噌汁から。あ、美味しい。うわ、なんか朝食だ。朝定食って感じ。やばい、何かが喉に入った。いただきます。プリプリ、ね、すごい白いんだね、こんなに。ほんとだ、コリコリ。ちょっと苦手かも。美味しいけどちょっと苦手かも。この歯ごたえめっちゃある感じ。かわいい。フグのマネキン。僕の名前はフクマネキンって書いてるよ。フクを招く。顔を撫でればご利益がある。じゃあしっかり撫でといて。そこ顔なの。写真を撮れば開運の始まりだな。お、じゃあ撮っとこう、撮っとこう。写ってる。開運設定だ、これで。開運できるかな。なんかトゲトゲするんだけど、ちゃんと。あ、本当だ。すごい。ごちそうさまでした。初生フグ。生フグどうでした？あ、美味しかったです、うん、食感だね、やっぱり。そう、食感がね、結構弾力があるコリコリタイプで、まあ、あんまり口に残る感じではないけど、なんか淡白な感じの。あ、そうだね、私はちょっと苦手な感じだったな。味はね、美味しいと思うんだけど、結構食感がさ、コリコリブニョブニョ系がちょっと苦手だから。そうなんだよ。でもいい経験だった。確かに。フグを食べれるなんてね。しかもあの値段だからね。そうそうそう、意外と安かったよね。満足です。ここいいね、景色ね。唐戸市場のすぐ目の前、ね、あそこがね、関門橋橋通ってきたとこでしょ、ね、ですぐそこが福岡ってことだもんね。めっちゃ近いね。時間ちょっとぐらいかな、移動してきまして、海沿いをね、のんびりとドライブしてきて、ここはなんか海が綺麗みたいだね。もう通ってきてる最中から海めっちゃ綺麗だったもんね。なんか沖縄に近い感じね。すごいね。すごいね。もう青いね。青い。めっちゃ沖縄みたいじゃない、ね、手前なんて透明だよ。うわー、すごい、めっちゃ綺麗。そしてあれが角島大橋。多分向こうが角島なのかな。ああ、うん。まっすぐ行くと展望台があったからそこまで行くか。うん。風が結構強いね。もう、ね、帽子飛ばないように。うん。おお、めっちゃ綺麗。おお。めっちゃ綺麗。沖縄じゃん。めっちゃ綺麗だね。沖
縄じゃない？ね、沖縄だよね。すげえ綺麗。思ったよりめちゃくちゃ綺麗。小売大橋みたいな。なんか似てるね、雰囲気。橋の雰囲気回して。今度は駐車場からちょっと歩いてきて、近くのなんか上の道路だね。上の道路ねえ、ちょっと登った。ちょっと高くなると見やすいのかもね。おー、綺麗。あ、まっすぐなんだね、正面。海はちょっと遠くなるけど、もう全体見渡せるね。それでは角島までのあの橋、角島大橋、無料で渡れるんだよね。通行は多分無料っぽいからね。それでは渡ってみたいと思います。行ってみます。角島まで2キロだって。2キロの橋ってことか。うわ、綺麗。うわ、綺麗。That I grew up in is no longer worth living in, they say. So they'll tear it down. My friends have all moved away, so have I. But whenever I come to town, it seems so damn great.チーズケーキだったかな、うん、めっちゃ美味しそうだ ね、まあ、濃厚そう。これも間違いないやつ、ね、間違いないやつだ。こっちがリンゴとキャラメルの甘酒のスカッシュで炭酸で割ったやつ。ちゃんとあるの、うん、カスが。あ、本当だ、ちゃんとカスいる。で、左側がハニージンジャーレモンの甘酒。こっちは炭酸で割らずストレートだね。ストレート。本当はね、コーヒーにしようかと思ってたけど、こんな美味しそうな甘酒のドリンクがあったから。しかもアイスだしね。ね、そうそうそう、最高だ。こんなおしゃれなところでいただきます。いただきます。甘酒感じる？ちゃんと。へえ、ジンジャーと合う？うん、夏の飲み物。あ、へえ。あ、そう、夏にぴったりって書いてたもんね。あー、うわ、さっぱり。なんかね、乳酸菌飲料みたいです。飲みやすいんだ、意外と。いただきます。うん、不思議だよ、めっちゃめっちゃ甘酒なのに炭酸だから。もはやお酒。あ、お酒っぽい。あ、お酒っぽい。不思議じゃない？不思議だ。不思議だよね。うん、甘酒の炭酸飲むことなんてないからね。酒造のカフェでまったりしてちょろっと移動してきまして、
最後にまた景色を見に来ました。なんだっけ、カルスト地形だっけ、うん、カルスト地形ね、カルスト大地だね、うん、この近くに鍾乳洞もあるんだよね、秋吉洞、うん、そっちは行ってないんですけど、石灰岩が雨水や地下水に溶かされてできたんだって。でもうすぐ左に、めっちゃ広大だね。なんかさ、ゴツゴツ岩がすごいね、あちこちにゴツゴツと。すごい、急にこんな景色になったね。ねえ、ほんとほんと、展望台がそこだから、もうちょっと上から見るか、行ってみるか。うん、風強いね。ニヤニヤすな。見える？何も見え、何も見えないか。100円だ。あー、ゆるね。すごいよ、なんかただの緑じゃないんだもんね、ちょこちょこ岩が。カルストの散策です。カルスト大地を散策。歩けるんだね。いやいや、転んだ？転んだよね。危な。やっぱこうやって飛び出してるのがあるからさ、気をつけないと。いろんな場所に飛び出してるから気をつけて歩かないと。すごいね。すごいね。ちょっと外国っぽい。うん、行ったことあるんだっけ。ない。すげえ。おお、すげえ。あんな上まで行けちゃうんだね。ねえ、人がいる。ぐらいにしとこうか。うん、戻るの大変。うん、戻ってまいりました。はい、はい、今日は福岡から山口に来て、海から山からおしゃれなカフェからいろいろ行ったね。なんかね、いろいろ行った ね。結構絶景をたくさん見れた気がする。ああ、いい景色がね、うん、いいとこいろいろ行けたわ。うん、よかった。よかったよ、ね、写真で見るよりやっぱ、うん、実際に目の前にするとすごい綺麗。うん、そうそう、カラット市場今日平日に行ったからあんなにガラガラだったけど、金土日だっけ？そう、金土日と祝日。ああ、はもっと賑わってるんだよね。うん、そう。人気のお寿司のバイキングみたいなのがあったりして。そうそうそう。本当はね、それに行きたかったんだけど、タイミングがね、そうそう、難しくて。まあ今回はフグを食べれたから。うん、そうだね。寿司を食べないとかに。うん。まあまたいつかね。行けたらいいかな、ということで、夏がだいぶ本格的に近づいてきておりまして、はい、もう夜の車中泊がね、だんだんきつくなってきて、まだ今は涼しい方なんですけど、ちょっと危機を感じ始めて、感じ始めてるよ。もう焦ってるよ今。ね、ちょっと車中飯が作るのが難しくなってきて、健康面的にもね、ちょっと危ういんで、これから中国地方ちょっと駆け足で巡ることになると思うんですけど、はい、まあでも各県1本、最低1本は動画ね、うん、上げていきます、上げていきます。はい、ということで、はい、今回は観光これで終わりです。では最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。